東芝は企業価値を高めるためとして打ち出した会社を2分割する案を問う臨時株主総会を開きましたが、反対多数で否決されました。上場会社としての経営のその戦略の体をやっぱりここ数年なしてないですよね。反対を入れました。東芝が提案した会社の2分割案については、大株主の海外ファンドらが事前に反対を表明していて、採決の結果過半数の反対で否決されました。東芝は今後再建策の見直しが避けられない状況です。一方で非上場化の検討などを求めた株主提案も否決されています。結果を受けて島田社長は、あらゆる選択肢の検討を行ってまいりますと述べました。